てめえのルール押し付けてくんじゃねえよっていうので何回か新人の胸ぐら掴んだことあります。着いたーってパカッて開けたら、うん、あのピザ入ってなかったんですよ。お笑い始めた時に、うん、シュウペイはお笑いは何もやらんでいいって言ったんです、うんうん、言ったけどちょっとはやると思うんですよ。未来を作るバイトの話。今回のゲストはお笑い芸人ぺこぱのお二人です。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。いや元気。どうもありがとうございます。いいですね。シュッ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 。僕たちそもそもあのコンビとして出会ったのがまずバイト先なんですよ。はい、初めて会った人に、うん、俺なんか裏のなんか洗い場でお笑いのスカウトされるって、うん、誰がやるかっていう、社長さんたちへの振る舞いみたいな。なるほどな、はい、今度ご飯連れてくれるんですか。うまいな返しが。そういうのはただじゃやれねえぞと、うん、人と人との別れを散々見てきた後に、はい、お笑いライブに行くんですよ。そうするとネタ滑るじゃないですか。どうでもいいっす。それはどうなんですか。やっぱ生きてることに感謝ができるというか。なんか首ですか。わかりました。軽い。大阪で回転寿司のバイトしてる時に、はい、僕軍艦作り担当だったんですよ、はい、で夜のドピークが来て、はい、で一気にお客さん入ってきたら、うん、レーンに流れる寿司なくなっちゃって、はあ、したらその店長がこう握りながら、おい松井って、僕本名松井なんですけど、はい、松井軍艦流せってめちゃくちゃ大きい声で言われて、うん、分かりましたっつって、もう何でもええからと思って30巻ぐらい納豆巻き出したんですよ。そしたら、なんで納豆巻きだけやねーってぶち切られましたね。言われたことだけやってりゃいいってもんじゃねえなっていうのを学びましたね。シュウペイさんありますか。僕はあの、まあ、某ピザ の、はい、あの宅配やってたんですよ。で僕結構その運転にも自信あったんで、結構早く行って早く帰ってくるっていうスキル持ってたんですよ。もちろん安全運転でっていう感じだったんですけど、はい、もう出来上がって、すぐバイクに乗せて、はい、行こうと思ったんですけど、お店の中になんか手袋かなんか忘れちゃって、うん、一回取り帰ったんですよ、はい、でよし行こうって思ってブーンって走らせて、着いたっつってパカッて開けたら、うん、あのピザ入ってなかったんですよ。俺もう一台の早すぎて、もう隣にあったバイク乗っちゃって俺行って、俺空のまま運転してたんですよ。でも速攻お店に出して、すいませんピザがありませんって、俺一瞬盗まれたかと思って、はい、とかってどうしたってなったら、俺がこう乗ろうとしてたバイクパカッて開けたらピザがあってみたいな、じゃあもう帰ってきてって言って、他の人行かせるからっつった時に、ちょうどその同じ道を通るじゃないですか、うん、でウィーンってすれ違った時に、うんっつってうんっつって、それでウィーンっつって。そうですね、なんかテーマパークとかで働きたかったなって思いますね。それね、いいですよね。やっぱこうなんか夢の国へようこそみたいな感じの、まあ、あれはなんかすごくなんかパレードとか、はい、なんかそういうできないですけどやってみたいなとか。庄司さんはありますか。僕は IT 系のバイトやってみたかったです。 IT 系、うん、なんかビルの上の方の事務所に、うん、高層ビルのバイトなのに自分のデスクがあって、うん、で縁なしの眼鏡かけて、はいはい、で縦ストライプのスーツ着てアップルティーを飲みながらパソコン打ちたいですね、こうやって。松陰寺さん、そういう人が一番嫌いなタイプです。めちゃくちゃ嫌いじゃない。そうなんだけど、ちょっとやってみたいなって。そういう人好きですか。そうですね、そういう人とよくそういう人と、はい、飲みに行くタイプ。飲みに行くタイプ。どうしてもそこと知り合っちゃうんです。どうしても知り合っちゃうんだ。どうしても知り合っちゃうんだ。港区系ね。どっちかな。今だったら、うん、俺はいろんなのやりたがいですね。お、そうなんですね。当時はやっぱそこで慣れるとか、うん、はい、やっぱそこでの居心地だったりとか、うん、友達もできるし、だからそこでなんかバイト辞めたくないとかあったりとかしたんですけど、今だったらいろんなことやりたいなって。へー、うん、何かをこう最終的に決める前になんかいろんな経験してた方が楽しいのかなっていう。僕もそうかな、いっぱい、うん、自分もいっぱいバイトしてきたんで、うん、多分それしかわからないと思うんですけど、確かに経験とか出会える人の数は全然違うんで、うん、いろんな経験値がストックできるのは
たくさんいろんなバイトする方かなとは思いますけどね。フットワークが軽いのがバイトの利点じゃないですか。うん、なんでやっぱせっかく短期でできるものもあるからね。そうですね、うん、その先どういう仕事に就くかにもよりますけど、はい、全然違くても全然やっていけると思います。あ、そうですか。同じ業種じゃなきゃダメっていう理由はほとんどなくて、で逆に例えば僕居酒屋とかカレー屋でバイトしてて新人入ってくるじゃないですか、はい、昔ちょっと居酒屋でバイトしてましたとかそういうやつの方が扱いづらいんですよ。なんかこの店はこの店のルールでやんなきゃいけないのに、はい、俺昔ここでやってたからちょっとこういうスキル持ってるようで来られるともともとそこにいる上司めちゃめちゃ迷惑なんですよ。あ、うちにはこういう理由があってこういうルールでやってんのに、はい、てめえのルール押し付けてくんじゃないよっていうので何回か新人の胸ぐらつかんだことあります、はい、結構喧嘩されるんですね。喧嘩じゃないですよ、はい、圧倒的立場の差を利用して胸ぐらつかんでるだけなんだ。よくない、よくない、全然よくないです。本当はめちゃくちゃ弱いですよ。本当は弱いで、僕も逆に新しい職場行った時とかは、うん、その聞かれなきゃ言わないです。こういうことやってました、自分から言ってこういうことやってましたんでできますなんても言わないし、うんうん、まずはちゃんとそのお店のルールの中で仕事をして、でも実はこっちの方が効率いいんじゃないかと思ったらちょっとこそって言ってみたりね。隠れ持ってたらいいってことですね。そうですね、はい、その知識とかを。そうそうそう、特に若いとそれやりがちなんで。あ、はい、自分の将来的な好きなことはそれでご飯を食べていくっていう僕はスタイルが良くて、うん、だからその前だったらなんか違うことを経験しながらなんかそっちのまた世界に行くの方が僕はいいかなと思いましたね。うん、やっぱりまあいろんな世界を見るっていうのを結構大事にされてますね。そうですね、やっぱ人脈コミュニケーション、はい、やっぱそれでやってきてるんで、さすがさすがパリピ、それでここまでそれでここまで来てるんで、さすが特技パーティーなんだけど、はいはい、別にお笑いスキルとかなしで俺ここまで来てるんで。すごい、はい、なんでその話で群れ張れんだよ。唯一もうだってこれあれなんですよ、はい、今この発言できてるのって実は松陰寺さんのおかげで、お笑い始めた時に、はい、シュウペイはお笑いは何もやらんでいいって言ったんですよ、うんうん、ああ言ったか。そう、うん、言ったけどちょっとはやると思うんですよ。本当にコツはあるんですか、コミュニケーションを取る上で。いやーコツかこれ時給出ます。出ます、教えてくださいよ。出ます、何を、何を短期のバイトしようとしてんだよお前。いやとりあえず、はい、あの連絡先とかあのなんか今度ご飯行きましょうよとかってね、なんかその場でなるじゃないですか、はい、でも行かないじゃないですか。そうですね、これマジで行くことですね。ちゃんと言ったことは行くんや、はい、マジでその月、その月に絶対どこかでもう本当に有言実行するっていう。でもすごいですよね、その日にもう決めたらもう行っちゃうっていうなかなかできないと思うんですけど。いやだからそれをやっぱやるのが一番いいんですよ、結局。松陰寺さんはどうですか。店長がいると働きにくいじゃないですか。うん、確かに上司の目って鬱陶しいじゃないですか、うん、だからもう誰よりも仕事を覚えて任せられる状態になれば僕が天下の職場になるわけですよ。はあ、早くそうしたかったんで、はい、俺が来た瞬間社員全部帰らせて、え、いいよ帰っていいよ帰っていいよっつって、あとやっとくからっつって、で、あとはもう本当に誰に怒られる人誰もいないんで、やることやってれば別にいいじゃないですか。はい、すごい、じゃあもう結構上り詰めたんですね。そうですね、自分のためにですね、お店のためにというよりは。お店のためにでいいじゃないですか。いやいや自分のためです。自分のためにだから後輩とかも、はい、だから全部最初から仕事僕投げて、はい、どうしても何か教える時ってやっちゃうじゃないですか、うん、一回はやりますけど、はい、その後も全部やらせて、俺がいなくてもできるようにすれば出勤して僕立ってるだけでカレーはどんどんできていくんで。え、それもお店のため。お店のため、いやこれ自分のためです。自分のため、はい、マイナビバイトでは今レジ打ちなどを座ってやってもいいんじゃないかっていう、うん、座っていいプロジェクトっていうのを推奨してるんですけども、うん、何かそういった意味でバイトである暗黙のルールみたいな変えた方がいいんじゃないかっていうのもありますか。なんか俺一番やなんだ、5分前出勤。ああそれね、なんか10時出勤で5分前には来なさいって言われて。そうですね、言われます。でも時給が発生すんのそのぴったりになってからでしょ。確かにね、この5分ただ働きやんと思って。うん、例えば夕方の18時上がりだった時に、はい、その5時55分、はい、17時55分で帰ろうとしたら、はい、おいまだ6時になってねえじゃないかって言う。いやでも俺今日5分前に来てるんで。
帰るの5分前でよくないですかみたいな生意気は言うてました一番扱いにくいバイトだったかもしれない聞いてる感じなんだかんだ語ってますけど、はい、一番このタイプがちょっと嫌だないやだからタイムカードも15分刻みとかあるじゃないだいそうですよ15分か30分なのかそうそうですよ、ね、いや俺の仕事って15分単位でしか測れないなと思っちゃって1分でも仕事したら仕事じゃないですか、はい、だから1分刻みのタイムカードにして時給もちゃんと1分換算で細かく割っていった方が後腐れなく仕事できるなって思いますけどね あと居酒屋とかでちょっと遅めに出勤してくる主任系の店長の次クラスの人が業務用の冷蔵庫なり冷凍庫を見てなるほどねっていうのあれムカつくですよ何がわかんだよと思ってさ途中から来てそれもう当時働いた時の悪口言ってるだけだよ変えた方がいいそうそうそうこういうのいやあのなるほどねはやめた方がいいは柳井さんかな柳井さん、うん、あの僕、うん、お酒の配送やってたんですよ酒屋さんで個人店の、うんうん、で最後はもう葬儀屋も辞めてそれだけだったんですけど、うん、その時にあの2人でチームでトラック1個、はい使っていろんなところに配送するんですけど当時もそれこそ M1 の予選も始まって順調に勝ち進んでる途中で1分でも多くネタのことを考えてたかったんで、はい、柳井さんに、うん、あの100円あげてずっと運転させてました、でも柳井さんいなかったら多分 M1 で披露したネタできてないっすね、あん時できてたんでその途中にじゃあ M1 を進んで、そうですだから、うん、M1 準決勝決まったのもその酒屋さんの控え室でそうなんですかそうシュウペイと配達する前に柳井さんと配達しました俺はその時あのランチのバイトで、うんそこのオーナーさんがわいみたいなペコパ純潔決まったぞって言った時に、うん、俺ちょうど味噌汁ちょうど注いでてそれ最高の一杯を出せたんですよ、お客さんに変わんないよマジでこの瞬間同じだよ同じところから出してんだから同じだよ僕はその最後にバイトしてたところにパーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワン、うん、僕一緒に働いてたんですよぽいですねぽいなめっちゃぽい今めちゃめちゃ分かりやすいよねもう浮かびましたもん、うん俺がなんかこうふざけてボケたりすると全部こう突っ込んでくれるみたいな、そんなアルバイトの方って今までいなかったんですよ、うんうん、だからそれが本当にやっぱ芸人同士で働いてたっていうのが最後めちゃくちゃ楽しかったですね、今も交流はある、まあ、ありますよ仲いいですよ、はい、シュベセンご飯ついてくれすぎやいやいい言い方じゃないなね、なんで同じ人種だな、ほんとにお前もなんて言うのさ、連れてくださいようわ、いいよ行こうぜどっちが喋ってんじゃん、わかんねえよ、もうずっと10年、12年、15年アルバイトしてきて毎月、毎週シフトを送ってたわけよ、いろんなお店に、うん、で、急にテレビ出れるようになって、うんうん、バイトやらなくていいってなるじゃないですか月末になると、あ、シフト出さなきゃって思うんですよ最初の方ずっと言ってましたね。これ本当に最近なくなったやっと。最近？うん。あもう習慣づきすぎてですか？そう。風呂場で俺今日20あやべシフト出さなきゃ。あ俺もシフト出さなくていいんだみたいなの。最初マジであったっすね。で本当にもうバイトが結構染みついてたというか。そうよ。だってまだテレビ出始めた歴よりバイト歴の方が長いからね。そうですよまだ。この業界でブレイクしてからの方が短いから取り返せてないよ、ね、そうそうそう取り返せてまだ足りないです今この芸人さんというお仕事でもう見ない日はないですけどこのお仕事で一番楽しい瞬間ってありますか楽しい瞬間は何だろうななんかスタジオとかめちゃくちゃ受けてお、はいなんか今一瞬この話になった時、うん、俺ら芸人の仕事つまんなそうだったなんか空気がなんかつまんなそうだ暗くなりましたよ確かにこっちの世界に来たかったのか確かに来た瞬間これ一回時を戻す時を戻すカットカット楽しかったことめちゃくちゃありますよあるわめちゃくちゃあるわこの業界働きたいからね、結果出したいからですから、ね、いやもう何やっててもやっぱ楽しいですけど何でも楽しいよねなんかもうちょっとスタジオで受けた日の帰りのタクシーの中とか、うん、車の中はもう最高っすね、で僕なんかやっぱこう東京でね、はい、お仕事もたくさんしてますけどやっぱ地方行った時に、はい、あ、ペコパだっていうねやっぱ子供たちが駆け寄ってくれたりめちゃくちゃ嬉しいやっぱそういう地方の方たちがやっぱこう僕たちのことを知ってるっていう やっとお会いできたっていうあの瞬間ですよね、うん、楽しいあー最高待ってなんか嘘ついてます嘘ついてないわ今ずっと嘘ついてますちょっとさっき同僚間違えてたけどでも本当にリアルにちょっと前もあの山口県でバイトバイトじゃないバイトすんじゃない
で山口でバイトしようとしてんだよお前。時給700円のバイトやってる。安いなお前。あの山口県で番組やってるんですけど、はい、その時にロケしてたら小学生が、はあ、ペコパだっつって、うん、そのままうわーってひっくり返って僕らに会えたことが嬉しくて泣いちゃったんですよ。そう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 、やっぱそういうの見たらもう僕らもなんかもう泣きそうになっちゃって、それはきますね。めちゃめちゃ嬉しかった。こういう子たちがねこう喜んでくれるねようにこうやっててよかったなみたいな瞬間はやっぱすごく嬉しいですよね。そうですね、やっぱり若い時だからこそしかできない経験あると思うんで、たくさんのバイトをしてあなたの経験値にストックしてください。もし失敗したら時を戻そう、やめてまた新しいバイトしていいと思います。僕もいろんなバイトしてきて、まあ、そこで本当出会って、で今もこう応援してくれたりとか今もプライベートで仲良くしてる仲間がいるので、やっぱそういうところで出会った友達だったりとかそういうバイト先で、培ったスキルみたいなのが、まあ、将来にね生きるか生きないかは、まあ、皆さん次第ですけど、でも何かこう人付き合い、僕は人付き合いを大事にしてたので、それが将来的な何かねこうスキルになればと思いますので、まあ、たくさんの人と出会って楽しくこうバイトするのもすごくいいと思いますので、皆さんも楽しんで生活を送ってください。バックルだけはすんなよ、クビになるぞ。お前が言うんじゃん。ありがとうございます。ということで今回の未来を作るバイトの話、ゲストはぺこぱのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おじいちゃまがセクシー雑誌を買いに来るんですよ。一冊必ず取り置きをするって、握手会とかで一人一人とちゃんと向き合って会話をするとか、うん、相手がどう今どんな気持ちなのかなとか、うん、喜んでくれてるかなとか、そういうのを見るようになったのは、うん、コンビニのアルバイト大きかったなって思います。バイトは未来の第一歩、マイナビバイト。